お父さん、ごめん。ちょっと遅くなっちゃった。最近寒くなってきたけど、大丈夫？暖かそうなセーターがあったから、買ってきたよ。よかったら着てみてね。そうだ。お父さん、覚えてる？私が初めて曲を作った時のこと。あの時のことを思い出して、曲を作ってみたんだ。今の私が作る曲は、もしかしたら、あの頃とは違うかもしれないけど。でも、お父さんたちに喜んでほしいっていう気持ちは、昔と同じように乗せてるつもり。あのね、お父さん。私、あの日から、誰かに幸せになってもらえるような曲を作ってるんだ。まだ、お父さんみたいには作れてないけど、私の曲を必要としてくれてる人もいるの。その子は今大変な状況だから、私もちゃんと救えるように頑張ろうと思う。その子を救えたら、たくさんの人を幸せにできたら、少しはお父さんみたいになれるかな。もし、それができて、お父さんが、私を思い出してくれたら、昔みたいに、昔みたいに、よくできたねって、今まで、頑張ったねって、褒めてくれるかな。それで、ほんの少しでいいから、また。こんなこと、本当は望んじゃいけないのかもしれない。でも、今は、そう願っても、いいかな。